このままこの森ともお別れだってばよ。いやこのままちまちま逃げていてもまた捕まるだけだ。そうだ、何かに乗っかって一気に行くっていうのはどうだ。例えばゴミに紛れて運んでもらうっていうのはどうだってばよ。ダンボールの中に潜んで運んでもらって、いやいやダメだ、朝まで収集車が来るのを待ってられんわ。となるとバイクになりきって運んでもらうってのはどうだってばよ。バイクになりきってバイクキャリアに乗って運んでもらう。いやいや、そりゃバレバレだってばよ。そうだ、怪我人として救急車で運ばれるってのはどうだってばよ。いや、そもそも運んでもらうのはいいが、病院に行ったら身元がバレてしまうだろうよ。となると、ああやべ、逃げるってばよ。怪盗ヨシを発見。果たしてどうなるのか。